マンチェスターユナイテッドのオーレ・ンナースールシャール監督が23日、ヨーロ、スーパーリーグ構想に触れた。A、スカイ・スポーツなどが伝えている。今シーズンの欧州、カーはダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月、両お試し実施中、ユナイテッドは、スーパーリーグへの参加を表明したクラブの一つ。その後、グに撤退を表明したが、クラブのオーナー1であるグレーザーファミリーにはファン厳しく反発。22日には練習場などをファンが封し、スールシャール監督らと話し合いの場が垂れた。スールシャール監督は、前日の騒動にいて、ファンが意見を言ってくれて、彼らの考えを聞けた。それはとても嬉しいことだとこんと。奇妙な形で、サッカーのピラミッドやコユニティが一つにまとまることができた。そは大事なことだと思うと、この一件のポジティブな側面に触れている。そして指揮官は、トニックコンセプトが気に入らなかった。まずは、スツの面に目を向けなければいけない。私は、ロッパで戦う権利を手にしたいだけだと、リ、スーパーリーグにはもちろん反対の立場、取っている。それでも、私は、クラブやオーナー、良い関係を築いている。もちろん、話すのは県の中でのことだが、彼らは、私の意見に耳を傾けるし、マンチェスターユナイテッドを前進せるために取り組んでいると、スールシャー監督、非難の的となっているオーナーたちを森下、亮。